この前はびっくりしたぞ、キーボー。もちろん、今さら忘れたとは言わないよな。それって、あの薬を飲んだ後のことか。キーボーがいきなり俺っちをこのベッドに押し倒してきて、すごく驚いたぞ。まさか信じてたのに、キーボー。薬の勢いに任せてあんなことをするなんて、お姉さんはもうお嫁に行けないぞ。うん、キーボー、なんだその目は。俺っちの言葉を全く信用してないな。キーボーはあの薬を飲んだ後のことを覚えてないって言ってただろ。そういうこともあったかもしれないだろ。一瞬自分を信じられなくなりかけたが、たとえ記憶を失ってもそんなことはしない。それだけは自信がある。なんという言い草。俺っちもさすがにそれは傷つくぞ。お前な、なんか勘違いしてるだろう。俺が言ったのは、アルゴは大事な仲間だからそんなことはしないって意味だぞ。なるほどな。さすがはキーボーだ。これはお姉さん一杯食わされたよ。お前ってやつは。まあどちらにしろあの薬は広めない方が良さそうだ。危険だしな。ちなみに飲んだ直後に俺が何をしたのか教えてくれないか。さっきまでカッコつけたこと言っておいて、今になって不安になってきたのか。いや、そういうわけじゃないけど、念のためだよ。そいつは内緒だぞ。おい、教えてくれよ。